Thank you.
コロナのパンデミックは世界中で一緒に始まりました。ほぼほぼいろんな国の危機管理能力の差があらわになって結果出ました。菅内閣に危機管理能力はありません。安倍継承は安倍が捕まらない段階で法治として機能しておりません。法治国家ではありません。